うわ、びしょ濡れじゃん。どうしたの？髪から水が滴ってるよ。服からちょっと動かないでね。え？君、もしかして。雨の日に粒濡れになった陰キャ男子を助けたら、衝撃の正体が明らかに。ユーリカ、俺の腕触ってみて。おお、すべすべだね。私の名前は水戸ユリカ。そして私の幼なじみ獅子原颯太はめちゃくちゃ可愛い。欲しかった入浴剤が手に入ったんだ。保湿効果抜群なんだよ。彼は可愛いだけでなく、美容や料理などと女子力もかなり高いハイスペック男子なのである。サンプルついてたからユリカにあげるね。いいの？ありがとう。あ、同じクラスのやつらだ。ハル君、そんなにうつむいて落ちてる小銭探してんのか？違う。はあ？聞こえねえよ。ボソボソ喋りやがって。あの二人嫌な感じだね。ねえねえ、そんな風に絡むのやめたら？なんだ獅子原か。お前はこいつ見ててムカつかないわけ？やぼったい前髪とかおどおどした態度とか、俺は見ててイライラすんだけど。そんなの二人には関係ないでしょ。なんだよミト、このもっさりしたやつに惚れてんのか？そう。そんなわけないだろ。まあいいや、時間の無駄だ。行こうぜ。だな。ハル君大丈夫？あ、あの二人が言ってたことは気にしないでいいからね。そうそう、相手にする方が損だよ。じゃあ気をつけて帰ってね。また明日。うん、大ショック。次の日、雨だね。うわ、私傘持ってきてないよ。ふんふん、俺は折りたたみ傘持ってるもんね。一緒に入って帰ろ。家まで送ってくよ。いいの？わあ、助かる。ねえねえユリカ、あそこにうずくまってるの昨日の子じゃない？本当だ。ハル君大丈夫？うわ、びしょ濡れじゃん。どうしたの？水戸さ、獅子原くん。わわ、髪から水が滴ってるよ。服からちょっと動かないでね。え、ハル君もしかして陰キャの正体？お風呂入ってさっぱりした。ソータにもらった入浴剤いい匂いだったね。は、はい、ありがとうございました。貧血でうずくまってたのを助けてもらった上にお風呂まで。気にしないで。それにしてもハル君、いやハルちゃんがまさか女の子だったなんて。前髪上げたらめちゃくちゃ可愛い顔が出てきてびっくりしちゃったよ。ソータは野生の勘で気づいてたみたいだけど。え、ユリカ知らなかったの？ところでなんで男子の制服着てるの？私なぜか生まれた時から男の子として育てられてるんです。え、そのハルちゃんはそれでいいの？ずっとそうだったし、お母さんが望むならいいかなって。でも本当は水戸さんみたいにスカート履いて髪を長くして女子トークしたいです。女子トークを繰り広げてるのはソータだけどね。女だってバレないように顔を隠したり喋らないようにしたり、二人を見てたらそういうのやめたいと思うようになってきました。そっか、じゃあ女の子しようよ。は？あ、着なくなった私の服あげるね。そんな悪いですよ。いいからいいから、気をつけて帰ってね。ありがとうございます。服とそれに髪まで。私はうまく結べないからゴムを貸しただけだけどね。ずっとずっと大事にします。大げさだよ。じゃあまた明日ね。はい。母の思い。へえ、昨日そんなことがあったんだ。喜んでくれてよかったね。うん、すっごく可愛いんだよ。見てほしかったな。でもハルちゃん今日休んでなかった？そうなんだよね、雨に濡れて風邪ひいたのかな。噂をすればユリカの家の前にいるのハルちゃんじゃない？なんでうちに？ハルちゃん今日学校休んでたみたいだけど何かあったの？水戸さんごめんなさい。何がごめんなの？お母さんにせっかくもらった服を着られちゃったの。服はどうでもいいよ。ハルちゃんに怪我はないの？うん。ねえハルちゃん、お母さんと話した方がいいんじゃない？可愛い服だったのにもったいないよ。そうだね、ハルちゃんがどうしたいかちゃんと言ってみようよ。不安なら私もついていくから。ユリカが行くなら俺も行くよ。水戸さん、獅子原くん、ありがとう。私話してみます。そうして私とソータはハルちゃんの家を訪ねることになった。ハルちゃんは
頑張って女の子として生きたいと言ったのだけど。うちに女の子なんていません。ハルちゃんは女の子ですよ。どうしてそんなに否定するんですか。あなたに何がわかるの。男じゃないとダメなの。出ないとこの子を守っていけない。え、どういうこと。事情。私の姉はとても容姿端麗でした。でもその美貌のせいで変な男につきまとわれていたんです。姉がいくら逃げても男は必要に追いかけてきました。そのストレスと恐怖で姉は精神を病んでしまったんです。おばさん、それでずっと部屋にいるんだ。知らなかった。この子は姉にそっくりなんです。だから姉のようにストーカー被害に遭うかもしれない。それで私に男のふりをさせたの。ええ、どうしても守ってあげたくて。他の守り方があるんじゃないかな。ずっと男の子のふりは無理でしょ。そうだよね。守るか。はるちゃんがソータみたいに強かったらいいんだけど。そうだ、あの、はるちゃんがストーカー被害に遭わないように私とソータが守ります。絶対に守ります。だからはるちゃんの願いを聞いてあげてください。水戸さん、こんな可愛い男子がちゃんと守れるんですか。可愛いって言われちゃった。大丈夫です。こう見えてめちゃくちゃ強いんで。だからお願いします。ほら、ソータも頭下げて。ほんと、ゆりかはお人よしだな。俺からもお願いします。あなたたち、ハル、あなたは女の子として生きたいのね。うん。はあ、いいお友達を持ってよかったわね、ハル。お母さん、今までごめんね。これからはハルの気持ちも考えた守り方にしないとね。お母さん、ありがとう。ハルちゃん、よかったね。一件落着。変身。ふっ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 。なんですか。そうと決まれば、俺が腕を振るっちゃおうかな。ソータ、何する気？ソータピーの誕生だよ。そして次の日。あれからお母さんといろいろ話しました。護身術を習って自分のことは自分で守れるようになりたいと思います。そっか、でも何かあったらすぐ呼んでね。うんうん、プロデューサーが駆けつけちゃうよ。しかし、あのもっさい春が女子だったとはな。しかも可愛すぎだろ。ヘアセットの仕方や制服の可愛い着こなし方などをソータがレクチャーし、春ちゃんは校内で有名な美少女になった。すごいギャラリーの数だな。さすがソータプロデュース。チャンネル登録してほしいな。はい、ふざけないでちゃんと言って。チャンネル登録お願いします。